埼玉西武ライオンズ対埼玉西武ライオンズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはライオンズの先発小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかっていうところが大事なことになりますからね。なるほどね、コントロール重視の小宮山さんらしいコメントありがとうございます。低めは外れました。バッターは2番に入っている柳田、ピットでランナーを1塁に置いています。先発ピッチャー千賀、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをライオンズ打線がどう攻略していくか、西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手インコース詰まりました。アウト。クリーンナップが登場します。バッター大谷、ワンアウトになっています。ランナー動きませんね。次が2球目、中途半端なバッティングで閉鎖するのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。インサイド落ちました。右中間に強い打球。さあ、そして打席には小笠原が入ります。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、打ちました。さあ、そしてバッターボックスには吉田が入っています。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、この先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を終えたいですね。インサイド落ちました。右中間に大きな打球、ライオンズが先制。バッターボックスには代打の丸。ライオンズ見事先制点を挙げています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。うん、そうですね、理想的。高めのボール、インサイド落ちました。ここでライオンズ守備を変えてきました。さあ、これからライオンズが守備につきます。そしてバッターは丸、先頭バッターとしての仕事をしたいところ。初球ボール、インサイド落ちました。バッターは2番に入っている山田、ピットでランナーを1塁に置いています。引っ張った。さあ、そして打席には柳田が入ります。さあ、ワンアウトになりましたが、得点圏にランナーを背負った場面です。早い段階から相手のチャンスを潰し続けることが重要ですから、しっかり切り抜けてほしいですね。うん、なるほど、そうですよね。ボール2、落ちる球を見極めました。ボールが3つになります。あっと低めいっぱい。5球目は何で来るか。変化球打った。さあ、そしてバッターボックスには中村が入っています。さあ、ツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあ、ここもしっかり抑えてこのピンチを。三遊間、2回表に入ります。7番から始まるライオンズの攻撃、グラシアルが打席に入ります。ライオンズ打ちました。8番バッター山田、ヒットでランナーを1塁に置いています。インコース詰まりました。バッターは9番に入っている甲斐、ワンアウトになっています。バッターボックスには代打の山川、ワンアウトになっています。初球空振りです。打
足へ持ってきましたが外れました。次が3球目。3球目見送っています。ボール。さあ追い込まれてしまいました。まあ、次は臭いところも打っていかなければいけませんね。外に逃げるボールを引っ掛けないようにしたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。落ちる球できました。3ボール2ストライクです。引っ張った。さあそして打席には糸井が入ります。さあ2アウトにはなりましたが追加点の欲しい場面、まあ、この辺りの追加点はダメージが大きいですからぜひ点を取っていきたいですね。なるほど、そうですよね。ボールです。インコース空振りです。ワンボールツーストライクです。空振り三振。ランナー返すことができませんでした。三振で攻撃を終えました。ここでライオンズ守備を変えてきました。ライオンズ最後の攻撃になります。打順は5番坂本。ライオンズリードで迎える最終回です。2球目打ちました。6番バッター新庄。ヒットでランナーを1塁に置いています。打ちました。いい当たりだ。高く上がった。さあそしてバッターボックスには内川が入っています。嫌なバッターが続きますから。バッターボックスには代打の鈴木。小宮山さん、なんとか逃げ切りたいところなんですけれどもね。まあ、そうですね。同点にされるわけにはいきませんから。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。そうですね。思わずバットが出たような形です。打ち上げました。さあそして打席には福留が入ります。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあアウトカウントが1つ増えましたがピンチは続きます。まあここでリードを守ることが重要ですから集中して抑えてほしいですね。なるほど、そうですよね。ここは三振が取れれば理想的ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。この場面低め中心は分かるんですが高めも見せないと抑えられないと思いますね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。これは内へ外れます。フルカウントです。おっとどうだ。空振り三振。ここは投げ勝ちました。ここはなんと バッターボックスには代打の山川。2アウトランナー2塁3塁です。まず何を投げてくるか。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。インコースだったんですけどね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。156キロ。低め打った。一塁アウト。これで3アウト。試合終了です。一打同点。